IPA モナーフォントとは無償で配布されているフォントの一つである。IPA モナーフォントは情報処理推進機構が無償配布している IPA フォントをもとに Microsoft Windows の標準搭載2本5フォントである MS 明朝、m s ゴシックフォントファミリーの文字幅や高さに合わせて改変、作成されている。Linux OS などでの使用を前提に作られているが、 トリュータイプ形式のフォントであるので、Windows や m a c などのトリュータイプフォントをサポートしているプラットフォームであれば使用することができる。作成当初は、匿名掲示板にチャンネルで用いられる m s p ゴシックで見ることを前提に作られた ASCII アートを Microsoft Windows 以外のプラットフォームでも違和感なく見るために作られたが、Microsoft Windows 標準搭載フォントの使用を 前提にした Microsoft Word Document を OPNOFFICE.org ライターなどで開く際に用いると、レイアウトのズレなども軽減されるので、Ubuntu 日本語ローカライズ版に8.04までは標準搭載されていた。しかし、Ubuntu 8.10から9.10の間は標準搭載ではなくなり、v l ゴシックフォントファミリーが標準となった。経緯は、 IPA フォントを参照。その後、Ubuntu 10.04からは、IPA フォントから派生したタカオフォントが標準搭載。IPA モナーフォントは、IPA フォントを中心に作成されているが、足りない部分については、サザナミフォント、モナーフォント、M フォンツを用いて保管、作成されているので、改変や再配布については、ライセンスの注意が必要である。また、IPA フォントで、 カバーされている。CJK 語感漢字はカバーされていない。なお、字型は GISX0208 のものが使用されている。MS 名朝、m s ゴシックのフォントファミリーに合わせて、次の5つの書体がある。先にモナーフォントが開発された経緯については、関連項目を参照のこと。2チャンネル発祥ということもあり、作者への質問。 要望ともにチャンネルの当該スレッドで行われている。2007年10月現在、モナーフォントは開発中止の状態であり、別プロジェクトとして、この IPA モナーフォントが開発されたが、上記の IPA フォントのライセンス問題などによって、開発ペースはスローダウンしている。ありがとうございます。